政局チャンネルようこそ。はい、今コロナショックククと言われている状況で、こういう中ですね、やはりこう見ていきたいのが強行の日本史です。強行のですね、流れをですね、まあ細かくというわけじゃなくて、全体像を見ていこうという話で、結構真面目な授業ですが、これをきっかけにですね、はい、今後どういう状況が起こるか、今どの時に近いのかということをですね、把握してほしいと思います。なかなかね、いや不安ですよね。はい、ひょっとしたら取り付け騒ぎが起きるのではないか、ひょっとしたら、はい、何か、そうですね、起きて銀行がストップするのではないか、不安になるかもしれない。現にトイレットペーパーがなってましたよね。さあ、じゃあちょっと今から見ていきましょう。松方デフレ、これはね、強行ではないです。意図的に政府がデフレにしたんですね。はい、増税、タバコ税、酒造税、そして地方税など、その一方ですね、緊縮財政ほとんど使わないんですね。で、意図的にですね、これは物価を下げることによって、まず当時ですね、お金がたくさん出回っていたのを紙幣を減らしたい、そして、物価を下げることによって日本の輸出を伸ばして貿易を黒字にしたい、そして最終的に当時は、まあ、不換紙幣というお金だったんですけども、打換というですね、当時で言えば銀と交換できるお金にしたかったと、まあ、そこら辺が背景だったんですね。ところがその結果デフレになったためですね、物価が下がりますが、当時税金って一定なんです。税金は土地の値段の、まあ、初め 3% のうち 2.5% ですけど、一定なんです。だから税金が高い、いくらお米売ったって大した値段にならない、毎回毎回物価下がってますけど税金が一定、払えない払えない払えない、結局ですね、どうします、土地を担保に借金して、次の年もまた土地を担保に借金も無理、土地を失ってしまう。この結果、いわゆる既成事実制が発達することになったのが、これだと言われています。はい、1880年代後半にですね、いわゆる企業勃興というのが起きてですね、鉄道、紡績を中心に会社がたくさん作られていくんですが、その反動でですね、株価が暴落し、例えば綿の糸なんかもそんな売れないですから、たくさん作ってもね、綿糸価格の低下などで1890年恐慌というのが起きてきます。はい、まあ、もちろん他にも原因はありますよ。そして、この後ですね、まあ、日本がですね、はい、特に綿、紡績業を中心に、どん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 紡績の木とですね、製紙を中心に産業革命をどんどん発達していきます。ところがですね、1900年ですね、資本主義恐慌というのが起きるんです。これはなぜかというと、ボンベイ航路といってですね、インドから安い綿花を輸入してですね、綿の糸を作っていたんですが、綿花を輸入しまくったため逆にお金が流れ出てしまったというのが理由ですね。何を言っているのか、例えば100の綿花を買って100の綿の糸を作るともちろん黒字です。でも貿易面でいくと、100の綿花を買って100の綿の糸を作っても国内で50を作って、例えば余った50を輸出する、つまり100の例えば綿花を輸入して50の綿の糸を輸出しているようなものなんです、例えばね。ということは100と50だから相殺すると50マイナスじゃないですか、みたいなものですよ。ということで結局輸入の方が上回っているから成果、まあ、当時はもう金本位制ですからね、金が流出ということですね、お金がどんどん流出してしまう、だからどんどんお金がなくなってくるから、まあ強行になったというのがこれなんです。さあ、でですね、次です。日露戦争後、1907年明治40年の強行というのがやってきます。これは日露戦争の時ですね、まあ、多くの増税、そして多くのいわゆる国債ですね、特に外債と内債、外債という外国から多く借金したんです、アメリカとイギリスですね。はい、でですね、そのもちろん国債を返さなきゃいけないというのもあるから、日露戦争が終わってもさらに増税とくるわけですよ。でも払うわけないんじゃないですかってみんな思いますよね。だからもちろん国内で余計物も売れないんですね。不況が慢性化して余計国内の購買力が落ちていったというのがこの明治40年の恐慌だったわけです。でね、こうなるとこうきます、でこうなるとこうきます、で、なるべくですね、
まあ、景気回復を打破を狙おうということでですね、当時、まあ、立憲政友会のですね、西園寺内閣ですけどね、いろいろ公共事業なんかをしていこうとしたんですけどね、結局なかなかね、うまくいかなかったんですよね。まあ、当時は、はい、鉄道国有法というのを出してですね、政府が中心に公共事業をやっていこうとかね、していくわけですよ。はい。で、次です。第一次世界大戦が来ます。第一次世界大戦、日本は大戦的、バブル的に来たんですよ。はい、日本は基本的に輸入がメインの国家でした。でも対戦経験の時だけいわゆる輸出超過になります。皆さん見たことありませんか、あの船成金というものの絵ですね。お札をこうやって燃やしていてですね、はい、なんか暗くてお靴がわからないわって言って女中がいるところでお札燃やして、これはどうだってね、どうだ明るくなったろうってお札を燃やしている絵見たことありませんか。あんな感じの、まあ、成り上がりおやつですよね。それをまあね、当時成金と言ったんですよ。まあですね、最近ではほら IT 長者なんて聞いた言葉が一時期あったじゃないですか。まあそんな感じのものがね、それがまあいわゆる、まあ、成金に近いようなものですよね。はい。でですね、ところがですね、対戦景気が終わりますとですね、はい、列強の経済力は回復して、例えば今まで日本とすればアジアに独占的に輸出していたのが外国がアジアにやってくる。そこでですね、貿易高が落ちます。そしてまあ、日本と同じくアメリカも大戦の時に儲かってたんですけど、アメリカもだんだんと景気が落ちます。だからもちろんアメリカ向けの基準輸出なんかも落ち込むんですね。その結果、はい、戦後恐慌というのがやってきたわけです。ということで、必ずこう来るとこう来る、こう来るとこう来るんです。はい。さあ、この後ね、はい、いわゆる震災恐慌が1923年、これはまあ関東大震災によるものですね。で、まあ、想定外もいきなりと思うんですからね、みんなですね、はい、緊急だってね、これお金を下ろしに行く、緊急で大変ですね。そこでモラトリアムといって支払い猶予令、はい、銀行1回ストップ、30日間ですね、銀行ストップしてるんです、ここで。いいですか。はい。で、次です。実はこの震災の時にですね、震災で返せなかった手形を震災手形と言います。まあ、ここら辺ちょっと時間が長くなってしまうので巻いていきますと、その震災手形というものがですね、まあ、あまりにも多くて、初めはですね、1億円を限度に、日銀が融資するはずだったんですけども、まあ、さらにそれが追加されたんです。ところがですね、はい、ここから6年経った1926年になっても、半分近くがですね、未決済だったわけですね。で、30人過ぎたらもう下ろしに行けるわけですからね。そうやると銀行はピンチになりますね。そこでですね、はい。このままだとやばそうな銀行、やばそうな企業がたくさん出てきるということでですね、1927年です。当時の若槻内閣の大蔵大臣、加藤直春が、今まさに東京渡辺銀行が潰れそうだ。潰れそうだから早く残った震災手形を救済する法案を通すんだっつったわけですね。ところがそれを聞いた人々は、潰れそうだ、潰れるかもしれない、不安だ、うわーっと下ろしに行ったんです。それがいわゆる取り付け騒ぎですね。さっき言った取り付け騒ぎです、これがね。その結果、みんな下ろしに行ったもんですから、銀行にはお金がない。もちろん、やばいものになるわけですよ。で、なんとかそのね、時ですね、まあ、その救済法案は、とりあえずその救済法案というかね、震災手形のですね、関連2法案は、なんとかしようということになるんですが、続けてですね、もう一つ問題が起きます。それがですね、台湾銀行という銀行がですね、当時鈴木商店というところですね、有していたんですね。鈴木商店というのは砂糖、小農を販売していたですね、商社です。これもね、大戦の時に一気にグワッとおでかくなったんですね。ところがその鈴木商店もですね、結局まあ不振に陥って、で、砂糖を取り扱うから、まあ、台湾の砂糖らが台湾銀行から借りていたわけですけども、台湾銀行に、まあ、結局お金が返せなくなったということでですね、まあ、大変なことになるということで、台湾銀行の救済しなくちゃいけないっていう話も出てきます。でですね、まあ、その一連の騒ぎや、この金融恐慌というものですね、まあ、最終的に内閣が変わって、田中義一内閣のもとで、はい、モラトリオム、今回は3週間、先ほどが30日ですね、今回3週間出て、
まあ、救済を図っていき、その後、はい、日銀が、まあ、非常貸し出しなんかをしていったわけです。またそのあたりはね、もっと詳細に説明をいずれします。はい、ここだけでもう30分くらいかかっちゃいますけど、ちゃんとやってるとね。では次です。続いてですね、はい、恐慌という言葉ですが、昭和恐慌というものは1930年にやってきます。これは、ね、何かというと、当時ね、まずね、世界恐慌は実は前年から来てたんです。そういう中ですね、日本は金本位制という制度にします。金解禁といってですね。これは何かというと、金とお金が交換できるという、はっきり言えばそういうことです。だから金の分しかお金を知らないんです。ということによって、日本のね、お金の信用価値を高めると。そして、貨幣価値の安定、為替の安定、貿易の拡大を狙おうとしたらしいんです。ところがですね、当時、約ね、100円が 46.46 ドルぐらいだったらしいんですね。それを100円が 49.85 ドルという円高でのレート設定にしたんです。だから円の切り上げ、円高なので、結局輸出不振となってしまうんです。はい。ということで、はい。輸出不振だからお金が流れてる。金の流出ということになります。そこに加えて、世界恐慌が前年ありましたから、アメリカ、もう余裕のもの、余分なもの買いませんね。そこで、アメリカ向けの金融輸出の不振も加わっていく。これが、いわゆる昭和恐慌なんです。でですね、その昭和恐慌の最中ですね、例えば、はい、例えばですね、富岡製糸場みたいな、そういうところで働いていた人々、キートイス不審だ、はい、じゃあちょっと、はい、リストラだよって言って、地元に帰りますね、出稼ぎの人が。出稼ぎの人が地元に帰った時に限って、食べるものがないっていうね、状況になるんです。それが農業恐慌というものです。もともと1930年、豊作貧乏、豊作飢饉といって、米が取れすぎて、取れすぎたから。米価が下がる。これを豊作貧乏豊作金です。でですね、翌年は逆にですね、本当に米が取れなすぎる東北大飢饉というのがやってくるんですね。よく皆さん図表で見たことありませんか？血色児童と言ってこうやってなんか大根かじってる写真ね。まああれね、私は結構ね、やらせっぽいかなと思ってよくね、やらせ大根とか呼んでるんですけどね。まあ、だってタイミングよくこんなかじってるわけないじゃないですか。だから多分かじらせてちょうどいいところで写真撮った可能性があるかなと思ってるんですけどね。で、帰ってみてこう現像したわけですよ。で、写真見たら、おいお前と思ってね。よく見たらね、一人ね、こっちをカメラ目線で見てる子供がいるんですね。はい。まあその話はちょっと置いといてですね。はい。その欠食児童、さらに不助手の身売りみたいなね。いうふうなことが起きてくるのを、これが原因と言われているわけです。さて、でですね、次です。戦後ですね。戦後になりますとですね、まず、はい、はじめ、戦争が終わってですね、いわゆる引き上げ、復員、たくさん人口が増えます。また食料不足大変だ。そこでですね、まあ戦後間もなくだからインフレなんですよ。戦後インフレ。そこでですね、金融緊急措置令という法令を出してですね、はい、なんとですね、預金封鎖。これをさっき預金封鎖です。銀行をストップしてしまって。でですね、新円切り替え、新しいお金と取り替えますと言ってですね、一定額しか引き出しができないということによって、無理やり通貨量削減を図ろうとしたんです。まあ本当にこれもね、いつか来そうな気にしますよね。でですね、そうやって通貨量削減をしている間に、みんなお金を下ろせないじゃないですか。そういう中、どさくさに紛れて、財産税というのを課して、金持ちなんかにはもうそのお金を没収していくんですね。その結果、多くの家族が没落したらしいんです。はい。さあ、その後ですね、まあ、いわゆる経営者生産方式っていうものをしてですね、石炭、鉄鋼、電力、費用なんかにですね、資金なんかを投入していきます。はい。まあ、それが、いわゆるですね、腹筋インフレと呼ばれるものです。そこでですね、そのインフレの解消のために、はい、この人がやってきます。ドッジさんです。ドッジさん。聞いたことありませんが、ドッジライン。ドッジラインとは何かというと、まず、超均衡予算。はい。まず、経営者生産方式というのをやめて、ね、支出を抑える。そしてですね、1ドル360円という単一為替レートの設定などを行っていったんですね。はい。この結果ですね、はい、安定恐慌というね、デフレになったわけですね。はい、49年です。
さあ日本の景気また落ちましたと思ったらすぐ分かったんです。なぜでしょうか。50年から朝鮮戦争が起きたからです。そこでいわゆる朝鮮特需というのがやってくるわけですね。特需景気です。必ずこう来るんですね、世の中ね。はい。さあでこの後ね、1955年から人務景気という景気がやってきます。ところがね、その後人務景気が終わるとちょっと落ちるんです。それを通称鍋底不況なんていうふうに言う場合があります。でもこれ不況というのは本当は不況じゃないんですね。相対で見て、一瞬こうして鍋の底のように見るから鍋底不況と呼んでるんです。さあでですね、人務景気ですね、そしてですね、はい、その後岩戸景気ですね。そしてオリンピック景気。オリンピック。今年ちゃんとやるんでしょうかね。オリンピックです。オリンピックが終わった翌年ですね。もちろん、もうお客さんなんか来たら引きましたね。物とかもその仕事がなくなったわけです。ストーン景気落ちたんですよ。だからまあ、今年もしオリンピックちゃんとやっても、来年は景気が落ちることはかなり濃厚なんです。それはこれなんです。だから翌年、戦後初の赤字国債を発行してるんですよ。オリンピックの翌年。実はこれオリンピックの翌年なんです。さあその後ですね、イザナギ景気というのがやってきます。さあそうころがですね、まあいわゆる高度経済成長が終わる時が来ます。これがオイルショック、第一次石油危機です。その結果ね、はい、翌年 GDP が戦後初マイナス成長となったわけですね。その、はい、オイルショック、オイル危機の時が最近言ってるトイレットペーパーの行列、狂乱物価とかね、まあ、これ歴史用語で、ね、よく言うんですけど、まさにそれをまあ今体感したからもうね、完全に覚えやすいですよね。はい。さあ1985年プラザ合意、その翌年からバブル景気とやってきます。プラってね、まあよくバブルっていうとですね、これですよ。これ何ですか。これジュリアナ、トキオってやつです。さあ、あれね、本当は違うんです。なんでですか。実はね、ジュリアナ東京がね、できて盛り上がってくるのは1992年なんですよ。つまり、バブルが終わってからなんですね。バブルはもうね、その頃、ちょうど打ち止めになってるんですよ。だからバブルの象徴じゃなくて、あれはね、バブルが終わった後だったんですね。マスコミ皆さん騙されてるんですよ。はい。でですね、実は90年代になると平成不況、もうここなんですよ。平成不況なんですね。はい。いわゆる、当時ね、バブルが起きた一つの理由にはね、金利を下げたんです。公定部外を引き下げた。だから金利が安いから、はい、土地を買おう、マンション買おう、みんな買う。だからそういう不動産だけど株も上がる。だからまた株も買おう、また上がるみたいなことだったんです。で、結局ね、公定部より引き上げなんですね。その他、不動産融資総量規制といってね、不動産を買うことへのですね、いわゆる、まあ、規制をかけたんです。だからどん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 金借りて土地を買って、それを担保にまた金借りてなんかことができなくなったわけです。その結果、株価やいわゆる不動産の価格が下がったわけです。で、バブル崩壊したのがこの平成不況というものですね。はい。そして2008年、結構最近ですね、リーマンショックが来ているわけです。そしてついに2020年、コロコロナショック来るかもしれない。大変ですね。ということでですね、はい、現在はだからいろんな状況に似てますよね、ある意味、はい、オイルショックの時にも似てるし、ある意味ね、オリンピック来るから、下手したら来年は最低でもこんな感じで来るかもしれないし、ひょっとしたら、はい、モラトリアムが出るのかもしれないし、ひょっとしたらしね、預金封鎖になるかもしれないし、どうなるんだろう。ね。まあ、とりあえず過去どうだったのかということも学んでですね、まあ、少しでもお役に立てたらなと思います。はい。ではですね、今日はもうセンスはさっきやったから使いません。最後にですね、昔ですね、
あったバンブーダンスというですねもので終わります。竹のようにいくんです。ではどうぞ。でしょうか。ではですね、またですね、お会いしましょう。番組登録よろしく。